ファンにとってはああもう終わっちゃったのかという試合になりましたが、ちょっと早いよっていうね感じがしますけどもね。三塁を踏めずというカープでした。ヒーローインタビュー、まあ阿部星もやはり青木高弘投手ですね。放送席それではヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事移籍初勝利をマークしました青木高弘投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。いやもう本当嬉しいですね、はい、今日は3回途中3対0リードの場面での登板でしたが予定通りだったんでしょうか。そうですね、もういつでも行けるようにと言われてたんで、あずっと準備してました、はい、そして結果的には5回までしっかり無失点で抑えましたね。そうですね、もう何としても抑えてやろうという気持ちで、投げました、はい、特にどんなところが良かったでしょうか。そうですね、まあ、緩急しっかり使えたところが良かったと思います、はい、そして移籍しての初勝利がフルスカープ相手になりましたね、はい、そうですね、まあ、ここで、まあ、いいピッチングできて本当嬉しいです、はい、ちなみに勝ち星というのはいつ以来か青木投手覚えてらっしゃいますか。そうですね、まあ、一昨年勝ったか勝ってないかで、まあ、2010年先発した時には勝ったんですけど、まあ、もうあんまり覚えてないですね1年8ヶ月ぶりということだったんですが昨年は1試合も登板できず苦しい時期もあったと思います。そうですね、まあ、去年、野球何もしないんでもうなんとかもう取り返す気持ちでもう今年は頑張ろうという気持ちいっぱいです、はい、新しくジャイアンツの身にまとっての、活躍になりますけれどもここまで8試合無失点防御率 0.00 です。好調の要因はどんなところでしょうか。そうですね、もうとにかくもう1試合1試合というしか考えてないんでね、まあ、本当に、一人一人と打ち取ることを心がけて毎日やってます、はい、今日は投打ががっちり噛み合って連勝ということになりました。これで今シーズン最多の貯金16ということになりました。そうですね、もうとにかく1試合でも貢献できるように、まあ、これからも頑張っていきたいです、はい、ありがとうございました。今日のヒーローは見事移籍初勝利をマークしました青木高弘投手でした。ありがとうございました。まあ、久々の勝利、まあ、感激の涙とまでは ね、なかったかと思うんですけれども、まあ、しかし、ね、込み上げるものが、ね、あったような感じでした ね、はい、膝の怪我、ねえ、まあ、2011年は76試合、まあ、中継ぎでね、はい、本当に獅子奮迅の活躍で2勝を挙げてるんですけれども、まあそれ以上に今日の勝利は価値があるかもしれませんね。やっぱり悔しい思いしたりしてね、球場から帰りね、はい、もう本当にもう涙を流しながらね帰ったりしたこともあると思いますよ。ーカープファンもね、はい、応援してますもんね、まあ、よかったなと思いますね。そうですね、これ頑張ってるとね、はい、こういう結果になりますよ、はい、まあ、そういった原監督も気持ちを汲んでの今日の、ね、投入あったかもしれませんね、はい、原監督の想像以上に活躍してくれたんじゃないでしょうかね、うん、まあ膝を故障して今年は本当にどうなんだというふうな状況でトレードになったと思うんですけれどもね、はい、その青木高弘投手を非常にうまく生かしたというか再生させたという感じはいたします。5対0と